どうもショータイムゴルフです。はい、はい、今日高弘が来てくれました。アメリカから帰ってきました。はい、もう1ヶ月ぐらいいるんで、と、はい、いうことで今日の企画は皆さんクラブって高くないっすか？めちゃくちゃ。めちゃくちゃ。いや、俺らのさクラブフルセットってどんぐらいする？普通に定価で買ったらもう30万ぐらい、ね、余裕で超えるよね。うん、超えますね。高いなってことでちょっと始めるの難しいっすよね、ゴルフをね。俺らが1万円以内で中古で買ってどれだけスコアを出せるかっていう感じで、1万円でクラブ買えますかね。まあドライバーと7番アイアンとウェッジとパターあればそうですね、なんとかなると思うんですよ。なんとか回れるか。はい、そういう感じで今日はやっていきたいと思います。作戦とかなんかある？作戦、うん、パターは安いのでいいかなっていう、うん、ものすごい一番安いので、うん、やっぱアイアンが良くないと、うん、まあ、ウェッジも正直どうでもよくないですか。まあ、アイアンがシャフトがちゃんとしたのでじゃないと、まあ、ヘッドっていうより僕シャフトが合ってないと曲がるんで、うん、シャフトちょっと固めのやつがあればそれを選んで、うん、セッティング的には多分地面で使えるから、うん、ドライバーじゃなくて多分スリーウッドにするか、うん、まあまあそうだね、スリーウッド7番、うん、ウェッジ、うん、まあ、ウェッジは多分58とか、うん、とパターですね、うん、俺もそうだね。ドライバーか、まあ、スリーウッド。そもそもドライバーじゃないですか。いや、ドライバー苦手じゃないですか。ドライバーだと地面から打てないじゃん。うん、もう直ドライするじゃないですか。直ドライと、まあなんか狭いホール用に4番アイアンとか3番アイアンとか1本入れて7番アイアン、上、いや、7番アイアン、上っちパターって感じ。安いので多く買うか、いいので、そうだね、少なく買うか、どっちか、それはあれですよね。うん、分けますね。そこの勝負します。そこはもう、あのそこ自分自由に作戦で、そうしますか。うん、はい、はい、ということで、買っていきます。いきたいと思います。はい、スリーウッドかな。いくらぐらいですか？でもここ1万円ぐらいするんじゃないですか。ここちょっと高いっす。これで1本で終わっちゃう。そうだ、1本で終わっちゃう。一番安いのでも6000円はダメですね。そう、予算オーバーですね、ここは。あ、これ安い。これいいんじゃん。500円。安い。1000円でこれ、3万円安い。これ買おうかな。あれシフト、あ、いいじゃん、これナイキ、うん、これいいんじゃない？1000円、パターパターうん、これにしようかな、4万円気がつく。500円、これいいな。シャフトもなんかスリーウッド、先スリーウッドにしますよ。スリーウッドだと1000円ですよ、安っ。いや、まずさ、ドライスリーウッドだけやれば BD 1000円。かっこいい。やっぱ7番欲しくないですか？7番は必要だよね。7番タイトあるじゃん。7番あたりで1本必要。ああ、まあでも1000円があるから全然大丈夫か。3000円のウッドの方が安い。3000円のアイアンだろ。3000円、いやでもアイアンだって一番重要でしょ。アイアンはちょっと安く抑えたいよね。これいや、ここはもうタイガーでいこう。俺決めた。おこれでいこう、タイガーでいこう。はい、あーでもちょっとアップライトだな、これ。でもショートさん、セットアップ結構アップライトだから。1980円の7番やん、頑張らない。だいたい3000円から4000円ぐらいし。じゃあ俺これにするわ。どれ？ナイキ？うん、2000円。おライアン、これする。1クラブ決定。曲がっちゃう。あ、スリクソンかっこいい、これ。え、なんで？だって使いますよ。それ何ちゃう？スリクソンの G965。 で、これがいくら？3000円。本当に3000円使うの？これはドライバーだね。ドライバー、あ、でもドライバーね。え、待って、これ2000円。これいいよ。あれ、うん、テイラー、いい、これシャフト、何これ？テイラーの純正シャフト。純正だね、55g か。やば、ちょっと軽い。コースにもよりますけど。お、安い、結構ある。あ、でもこれ、あー、安いな。これ2000円。シャフトはそれ、シャフトは分かんない。純正だ、あ、純正だ、フジクラ、うん、NDS 2000ぐらいでないかな。 X はさすがにないから、もう S で S で軽く振るしかないですね。これいいじゃん。なんすか、クラブツアーステージ2000円。ツアーステージ2000円。しかもこれツアー AD。 嘘、ほんと。あ、でも柔らかい。 65SR だから。あ、それはちょっと柔らかいな、これ。ちょっとマッチョになる。いや、でもこれでいこうかな。本当にシャフト柔らかすぎません？それ。やべえ。
これを抑えるしかない。ファイブウッドコーナーこれにします。マジっすか。はい、いや、いらない UT はいらないね。いらない。あ、でも、高い高い高いね。高いよ、ちょっとお金がないお金がないんでね。お金がないんで、ちょっとパター高いな、でも地味に。あ、でもこれが安い。お、このパターなんか昔使ってない。あ、本当だ、5000円だ。俺これ欲しいんだよね。これはどこのブランド。アンサー、ピン、アンサー2000円。グリップめっちゃ太いっすよ、これ。あ、でもいいわ。これパター安いのなくなっちゃうんですけど、そしたらじゃんけんする。じゃん、いや別にいいっすよ。え、ないでしょ。これ、ここら辺のパターちょっと高すぎるんで、僕らには買えませんね、これは。あ、2000円で売ってるから。あ、安い安い、めっちゃ安い。高いな。そう、サンドウェッチは多分いらないと思うんだよ。いらない、いらない。52ぐらいで。ウェッチは別に正直どれでもいい。あ、俺これにしようか。52度。あ、これいいわ、マックダディ2。マックダディ、キャロウェイ、マックダディ52度、マウス12、シャフトが MCI80S。これじゃバンカー受けないな、多分。バンカー入れなきゃいいのか。バンカー入れなきゃいいんですよね。入れないの。入れなきゃいいんですよ、要は。バンカー入れないの。あ、こっちの方がいいよね。それバンカー打てるよ。50、でもこれ16度。上げられないけど。16度っていう感じしないんですけど、全然。じゃあいいんじゃない。え、これ16度もあるんですか。あ、こっちか。54でこれで、うん、シャフト不明ということで、シャフト不明シャフト不明のこれにしようかな。あ、うん、これにします。オッケー。俺もちょっとロングアイアンつわね。パターあるよ、ここに1000円。パター、本当に。あ、じゃあ俺これにする。パター、はい、これにします。これ1000円で安いんで。お金がないから。お金ないんでね。お金ないから。で、まあ、ティーショットにアイアンも打ちたい。そうだな、アイアン必要だね、ロングアイアン。アイアンはあの、あれで決めたい。シャフトで決めたい。顔は実際何でも打てるから。1000円。スリクソンの、はい、i505、はい、でシャフトがダイナミックゴールドの X100。 さすがマッチョ。いや全然回れそうだわ。でも俺これにするわ。なんすかそれ。もうこれ買ったら終了しちゃうな。4万俺はもうこれでいいわ。合計いくらっすか。1万円。1万円。ああ、俺2000残ってるからドライバーも買っちゃおうかな。2000のドライバーないかな。あ、これ買えるわ。これ残り2000残ってるから。小ぶりヘッドで操作性重視。これいくら。だってオプションは多い方がいいから決めました。ヘッドカバーなし。1980円。小ぶりで操作性重視。貸してきます。あ、あ、どうぞ。 T つかみ乗りをします。キャンペーン中。はい、たくさん撮ってます。あ、じゃあ、はい、はい。嬉しいですか。嬉しいです。やった。俺もやりました。翔太さんも。はい、俺もやりました。翔太さんの方が多いっすね、多分。すごいよね、これ。一本プレゼント。これからゴルフを始める人に。これから始めるんでしょ。始めよう。一本もらえるかな。ダメ。さすがに。さすがにね。テイラーの R510 と、ロイヤルコレクションと、うん、このさっきのキャロウェイのウェッジと、あとスリクソンのアイアン965と、うんうん、3番アイアンの i505、うん、でパターがなんかよくわかんないブランド。これシール剥がしてみないとわかんない。ユルソンスタッフだな。トミーなんとか、うん、マグレガーって書いてある。アイアンマスターって書いてある。合計が9940円。でこっちが9900円。9900円。バースリウッド、スワステージ、キャロウェイの4番円、プロジェクト X で、6番円がナイキ VR で、52度のキャロウェイの位置と、ピンのパターで、合計9900円です。ここに7000円入る。うん、5本で9900円。はい、ギリギリ6本でとなってます。はい、はい、ではゴルフ場に行きましょう。はい、向かいましょう。あー、明かり薄い。うまっ。
ナイスショー、うまっ。398ヤード。あ、ショート。ちょっと風にやられた。いや、クラブがないんですよ。クラブがない。なるほど。グリーン向こうなんだよね。